テーブルビート、ビートルート、ビーツ、レッドビート、ガーデンビート、テーブルビート、または、カエンサイ。カエンサイとは、ヒゆかのビート、ベータビルゲリスビルゲリスエルの中でも、根を食用とするために改良された品種群を指す。単に、ビートとも表される。した根は深い赤紫色で、油中の株に似ているため、赤株と呼ばれることがあり、19世紀には、英語で、 チカーブ、ブラッドターニップと呼ばれたこともあるが、ビートは赤坂なので株の禁煙種ではない。東欧、西アジア、北アフリカ、南北、アメリカなどで盛んに栽培されている。日本へのトライは、江戸時代初期と推定され、山和本草に記載されていい。缶詰加工されたものが販売されている。また、一般の花屋などで栽培用として、種子も販売されている。 テーブルビートの根には、ビタミン C が多く含まれ、葉は、鉄分が豊富である。また、葉酸、水溶性と非水溶性の食物繊維と数種の、抗酸化物質を多く含む。テーブルビートは、人参や、スイートコーンよりも、糖分を多く含むため、最も甘い野菜の一つである。しかし、糖分15から20%の天才に比べ、テーブルビートの糖分は10%以下である。 テーブルビート特有の土臭さは、ゲオスミンという化学物質によるが、ゲオスミンの生成が、テーブルビート自身によるものか、土壌中の強制細菌によるものかはまだ不明である。スライスした、テーブルビート 250ml に含まれる、栄養分。テーブルビートの根は、皮をむかずに茹でるかアルミホイルで包んで、オーブンで蒸し焼きにすると美味である。少し冷ましてから指で、 四国と川は簡単に向ける。火を通したテーブルビートはスライスしてバターを添えて食べたり甘酢につけてピクルスにしたりすることが多い。生の根は皮を剥いてから粗くおろし金でおろしサラダに入れることもできる。若い葉と茎は癖がなく食べやすくややほうれん草と似ている。中央と東央にはテーブルビートを用いたスープが何種類かある。 ウクライナ料理のボルシチには欠かせない野菜であり、本場のボルシチの鮮やかな赤紫色はテーブルビートに由来する。北米ではサラダバーにテーブルビートの酢漬けが置いてあることが多い。スペイン、トルコ、中米ではテーブルビートを混ぜたポテトサラダのことをロシア風サラダ、スペイン語エンサーダルーサ、トルコ語ラスサラタスと呼ぶ。バルト三国や北欧にはテーブルビート、ジャガイモ、 リンゴ、ニシンの酢漬けなどを合わせて、サワークリームで和えたサラダがある。オーストラリアでは、しばしば、テーブルビートの輪切りを、ハンバーガーやサンドイッチの具にしている。古代ローマ人は、テーブルビートを含むビートを、発熱や、便秘などの治療に用いた。ローマの美食家、アピキウスの著書、料理について、デレコキネリアに書かれている、便秘に効果がある5種類のスープのうちの3種類には、 ビートが含まれている。ヒポクラテスはビートの葉を傷口に当てることを奨励した。古代ローマ時代からビートの絞り汁はサイン効果があると考えられてきた。ビートは人の性ホルモンの合成に重要な元素、酵素を多く含む。中世からビートは消化器系から血液系の病を治療するのに用いられてきた。15世紀イタリアの科学者。 バルトロメオ・プラティナは、ニンニク臭を消すために、ビートとニンニクを一緒に食べることを奨励している。テーブルビートの赤い色は、アントシアニンではなく植物性色素、ベタレイン類に属する色素のうち、赤紫色のベタシアニンと、黄色のベタキサンチンによるものである。濃や赤紫色のテーブルビートが最も、一般的だが、ベタシアニンの量が少ないと、オレンジ色になり、 両方とも少ないと白色に近くなる。根がオレンジ色の品種や白とピンク色が同心炎上に現れる品種も作出されている。テーブルビートの色素は液胞に含まれている。テーブルビートの細胞は脆弱なため根を切ったり加熱したり空気や太陽光にさらされると細胞膜が破れて色素が漏れ出すことがある。調理中のテーブルビートから大量に 赤い色が出るのはこのためである。皮をむかずに調理すれば、色素が流出するのをいくらか抑えることができる。テーブルビートの色素は、酸性の水溶液中では安定するので、テーブルビートのピクルスは鮮やかな色を保つ。アメリカ合衆国では、ピンクレモネードや硝酸塩を用いない、食肉加工品をピンク色に色するのにテーブルビート色素を用いる。 テーブルビートの汁は食肉に押す等級のスタンプなど人体無害のインクとして用いられる。ベタシアニンを分解する酵素を持っていないとテーブルビートを食べた後に尿や瓶が赤やピンク色になることがあるが健康には影響はない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。